これが必要なんです。さあロングフックです。フックショットの性能アップ、長さはなんと 2倍。あれなんで、ああこの上に乗ってるから、なんかやらんでよかったような記憶ありますけど、やらなきゃいけ。ちょっと覚えてないけど、ロングフックに変えて、はい、渦巻き巻く前に気をつけて。あー、これはどうだったっけな、このまま泳いでいい、いや、いかんほうがいいな。よいしょ、確かヘビーブーツだと、うん、大丈夫。いや、全然ダメだ。泳いで行った方がいい。で、ここで一回ヘビーブーツに変えて、ロングブーツ使えるようになって、はい、たったらら、よし、ゆっくりとった。いや、こっちだ。こっちで、はい、あべべ、あ、吸い込まれた。いや、リンク、あがいてみせろ、抜け出してみせろ、リンク。いや、すっげえ抜け出しそうな感じするけど、無理かな、無理か、戻ろう。何もねえな、おもしろ。じゃあまずこっちギリギリで、こっちもギリギリで、こっちもこっちだ。で、ロングフックでいけば、到着するのはここなんですね。で、ロングフックはこの距離いけますからね。前のショットジャムに、もう2倍じゃないと思う、これも3倍ぐらい伸びてると思う。HP カプション、これどこだっけ、あ、ここあれか、下のところか。これで行ける場所はあとボスが拾ってくるだけだね。うん、この奥がボスなんで、じゃあさあ今一度水を中くらいにしたいんですけど、中くらいにするには干からびさせないといけないんで、
いやでも想像以上にね早い段階でよ。真面目にここの水の神殿ボス抜きで1時間かかると思ったから、今のところ30分でだいぶ進んでるような自信はあり。ああ頭ごつんした。あんな狭くした理由あれなんだろうな。ここのあれ、ここで干からびさせてあれがどうのこうのってやっちゃうと穴が広いまんまだといけちゃうんだろうね。こういうふうにいけちゃったんだろうね。だからわざと落としたんだろうね。なんならいけそうだしね。上がって合ってるよな、合ってるよな。で、あそこにいるんで、よいしょ。いや、絶対2倍じゃない。3倍は伸びてると思う。こちらなんだっけ。ショットでもロングフックになる前でも取れるようになった設計だった。設計なのかな。ああ。あれここじゃねえぞ。臭いことになったか。いや合ってる合ってる合ってる。これこうやってで間に合わないからロングフック。なんだっけ。じゃあいけない。あーいない。こうしてもう一回戻るんか。あれこうしてもう一回向かってでこう見たらあれか、そうそうそう、こうなってるんだ。え、なんだ？あ、ジェタがいてる。で、こっちはもう OK。
あ、めんどくさ。よいしょ。あ、こちら、オッケーオッケー。で、こっち行って。違ったわ。うん？ああ、こいつらが久しぶりだな。お前らマジで水がないと生きていけねえやつだ。ああ、爆弾。爆弾いる。してよし、奥まで行った。ああ、なるほどね。ここかな。音が変して、音が変ってことはこっち。間違えてんじゃん。間違えてた。で、水かさが上がって、ビルになってくる。邪魔を。ガチャ。
あいつらが2体を待ってるから。こうしとけばあいつが勝手に落ちていく。はい、よし、オッケー。でこっちか。ああちょっとサルチラはもったいないけど、置いていくか。いやさ、この棚がいるんですよ。ついてこれない。あ、ついてこれる。よかったな、お前ついてこれる。そう、鍵1個なくて。こう来てて鍵なくて絶望した時とかあり。で、ここがボスの鍵ですね。はい、ごまだれごまだれ。間違えた。あ、思った以上に早く終わりそうだな。あとはもうボス枠だけです。あ、やべ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 。ああもうこいつらの手。ああもうすぐまでおっぱい早ダメージ食らいに行ったのか。おーおーおーおお。イカグリたちが。追いつく前に。さあ全回復しましょう。ああ一応このボス完封できる自信はあるけど、一応地獄回避のために寄せを据えときましょう。多分ねここのボスはね戦い方さえ分かってれば大して難しくないはず。Thank you.
切るでしょ、無理していけないんだよ。当たると落ちるんだよね、これね。真ん中は絶妙に当たるんだよ。さあ、巨人のナイフを装備しましょう。あま気をつけろぞ、それはただの水ではないぞ。後ろ後ろ気づいたね。はい。もう水性核細胞を。こういった戦い方なんですけど、確かここにいれば当たんないです。確か。当たんないんだよね、結局。で、フックショットで。やってこれで OK、 これをやるだけ。緑地で実際に操る緑地で核細胞を受け抜いてこいよ。終わり。アップしましたね。まあ、この水自体が全てモーファーの操った水っていうのは確かで、もうその中心核は今倒したんで、でこれもういらないと思います。折れた巨人のナイフ。よいしょ。ああ。ハートの妻。一番楽なんですよね、モーファーがね。慣れれば。さあ、ルト姫。ルト姫も賢者の一人でした。さんま、さすがフィアンセとしてバラバラ選んだだけのことはある。これでゾーラさんもゾーラたちもいずれ元に戻るであろう。ではその褒美として我が永遠の愛を与えると言いたいところであったが、それは今のわらわにはかなわぬ願いのようじゃ。わらわは水の賢者として水の神殿を守らねばならん。そしてそなたゼルダという姫を探しておるのだろう。わらわに隠し事はできるぞ、ふぐ。テレ姫、生きておる。わらわには分かるのじ。だからくじけるでない。そなたへさらなる活躍を信じ、このメダルを与える。涼しんで受け取るがよい。これ、感覚的には賢者たちは死んじゃってるんかね。前々から思ったけど。なんか、サリアを。サリアもダルニアもルトもね、神殿向かってこうなっちゃってます。もし行くなったらわらわ霊を使い取ったと伝えておいてよいな。さあこれでね水かさが戻って
イゼルの水が腹ばの力が消えてきた。3番やったな。ゆで姫が僕に礼を。そうか、家事のためにもハイラルの兵は早く取り戻さない。見たまえ、3番君とルド姫の力で魔物は倒された。泉を再び清らかな水を満たされ、踊る姿を取り戻した。さあ、シークとは一体何者なんでしょうかね。まあ、スマブラやってる人にはもう正体分かってるんだろうけど。あ、上にいるよ。上だよ、リンク。上、上、上。ちょ、ボーン。え、ちょっとやりたいことあるんで、今やっちゃいますね。太陽昇ってます。弓打ちます。なんか落ちます。これだけです。まあ湖に水戻らなくてもこれ取る手段あるんですけど、まあ別に、ああ間違えた。そんなあれもなかったんで取ってなかったです。炎の矢を手にした。魔法の矢ですね。まあこんな感じですね。はい、じゃあ今回この辺で終わろうと思います。次回どうしようかな。ちょっと間挟んで寄り道でもしちゃおうかな。ちょっと考えておきます。それではまた皆さん次回会いましょう。